人生すべてが暇つぶし。高速で移動してるんですね、多分この人ね。さっとね、こう移動してきたらこういう感じでブレッってなるんですよね。はい、ゆうすけです。本日はフォルクスワーゲンアルテオカタログレビューをしてみたいと思います。実際私ですね、東京モーターショーで、こちらの方を見させていただきまして、自社の方もお店の方では拝見しております。はい、では早速行ってみましょう。黄色い派手な色使いですね。実物見るとですね、このあの、ライトのあたりですね、かなり切り込み入ってまして、もうぶつけられたら確実に何十万ってするんだろうなといった感じの形状をしております。新車特約とかは入った方がいいんじゃないですかね、車両保険はね、なっております。はい、ドンと、まあもうあの吸い付く走りをするような形で、今回の日本に入ってきているモデル、あのヨーロッパの方ではですね、ディーゼル車のモデルもあるようなんですけども、今回は R ラインという形でアルテオの方は入ってきています。で、この幅ですね、1860いくつという形でですね、まあギリギリ、立体駐車とかで入らないところ出てくるかなと思うんですけども、まあ、高さは当然大丈夫ですと、まあ、1450とか1500ミリ以下だったので問題ないかと思うんですけど、まあ、幅の方がちょっとダメな駐車場があるんじゃないかなといった大きさのサイズですが、まあ、この程度であれば、まあ、正直、日本の駐車場事情でもいけるんじゃないかなというところでございます。はい、いつもと違うフォルクスワーゲンと、まあ、大衆車って意味ですからね、フォルクスワーゲンね。次、TSI DSG、4モーション280馬力7速4駆という形で、こちらですね、FF のモデルとかではなくても完全に四駆のみの仕様となっております。でこちらもですね、海外、ヨーロッパの方で出ているものに関してはそれ以外のモデルもあるようなんですが、日本でやってきているのはこの四駆のモデルという形です。マフラー形状も結構ね、やっぱこういうのかっこいいですよね。まあ、ちょっと若干あの、まあ、言い方は悪いんですけど、ちょっとアウディライクなやっぱイメージがフォルクスワーゲングループとして出してきたんじゃないかなという形でございます。はい、はい、アルテオン、アルラインという話をしましたけども、やはりですね、もうこのレザーのシートの感じを見てもらえば分かるんですけども、 R とこう書いてありまして、かなりかっこいいんではないかと。で後席もこのような形となっております。今回のはですね、基本的にはあの5ドアクーペと、クーペハッチバックという形なので、後ろがパカッと開きます。はい。はい、このような形となっております。写真では広さと先進の装備を使い切れないのが残念です。まあ、実際乗ってみてもらうともうピタッときますので、まあ、ぜひ乗ってみてもらえればと思います。はい、完全説明会ですね。高速で移動してるんですね、多分この人ね。さっとね、こう移動してきたらこういう感じでブレッってなるんですよね。か、車が高速で移動してこの人の横を脇を通っているかと。はい、次行ってみましょう。はい、着飾りません、フォルクスワーゲンですからと。着飾った方がいいんじゃないですかという気がしますけど。アルテオンと書かれたこのエンブレムという形で、やっぱりあの見てもらうとレーダーの方がですね、かなりセンサーがかなり多くついております。前面にカメラなども多数ついております。ファーライトというような文字も入ってますね。はい、はい、こちらのページですね。カモメですかね、カモメでしょうね。今回ですね、R ラインというグレードという話をしましたけども、そちらのモデルが今回は2つしかありません。ただの R ラインというモデルとですね、 R ラインアドバンスとい
というものがあります。で、このサンルーフに関してはアドバンスの方でオプションで付けられるものとなっています。で、今回ですね、もうほとんどですね2択でオプションもこのサンルーフぐらいしかないって言ってたんで、オプションなしでこのまま乗り出せますというようなイメージとなっております。わらわらしてきましたね。はい、乗るんでしょうというところですね。ここにも R ラインというような文字が入ってますね。はい、次行きましょう。はい、はい、海辺が似合うと。似合うんでしょうね、これね、かっこいいですからね。はい、ボディカラー名前すごいですね。オリックスホワイトマザーオーバー、お？オリックスホワイトマザーオブパールエフェクトと。長い。どんな色なんですかって、こんな色ですって。実物ちょっと見ないと分かんないですからね、これはね。はい、もう言ってくれますね。もう車はこんな時代ですと。これも高速でこう突っ込められてるようなテレはありません。ジェスチャーですね、この波は動くと。ということで、BMW なんにも多分搭載されているような内容かと思います。で、あとちょっと今回、やっぱりフラッグシップモデルという形で、一番上に君臨する車ということで、高級車でよくあるんですけども、このアナログ時計ですね、の方もついております。はい。はい、それでは次行ってみましょう。フォルクスワーゲンが追われてますね。はい。まあ、あらゆる安全装備を搭載と、心のゆとりに差が出ますと。これ本当だと思います。今回このアルテン安全装備もうフル乗せです。なので、まあ安心して、自動追従なのもやってくれるというところでございます。はい、次。はい、説明なしと。こんなワインディングでもいけちゃうぜ俺っていうね、アピールがすごいですね。まあ、Rラインなんでね、当然そういうのをアピールしてくるかなと思います。次です。見た目と包容力のギャップが最大の魅力ですと。なぜこのショートホール用のようなゴルフクラブのセットにしたのかと。パターがねえじゃねえかっていうところから始まるんですけど、よねえ、ちょっとそういうモデルですね。これ多分アディダスですね。はい。まあ実際見てみたんですけど、トランクはまあまあ物入るかなと思います。で、まあ3人で乗るのであれば、後部座席を片方倒してですね、かなり物が乗るんじゃないかと思います。はい。でもトランクというか、ハッチバックなんで、これ見てもらうと、パカッと、結構これがですね、長いんですよ。で、長いんで締めづらいのかなと思ったんですけど、まあ、キックで開けるセンサーもついていますし、こちらのボタンもついてますので、手動で、クローズというわけではなくて、電動式のクローズができるというようなことがなっています。はい。次。この上なくフォルクスワーゲン、ニューオールニューアルティオンということでですね、こちら全部載せということなんで。確かアドバンスの方がちょっと魅力的に私は感じておるんですけど、確かこれ19インチですね。でまあ、ちょっと評判としては19インチとか結構ゴツゴツしてるっていうような試乗レポートなんか見れますので、まあ、実際に乗ってみないとちょっと何とも言えないかなというところでございます。はい、次です。パフォーマンス、まあもう十分ですね。普通に走る分に何の問題もないトルクと出力というものを持っております。まあ低回転からもですね、かなり伸びのあるような形になっておりますので、何か不満でもといった形で、まあ日本の道路事情においてはもうまず問題ないんじゃないかというところでございます。はい、あと気になるところはまあフルタイム AW4WDということで、まあ、フォーモーションというところですね。このあたりもだいぶ走り心地にですね、影響を与えているんじゃないかなというところです。はい、次。ドライビングプロファイル機能。
アダプティブシャシーコントロール DCC という形でですね、あのまあかなりあの走りのところをですね、自動で滑らかにしてくれるところであるとか、プログレッシブステアリングと、こちらのあたりがあると、まあ、運転うまくなったり感じるようなところじゃないかなと思います。はい、XDS もついてますね。はい、であとですね、こちらがどれだけ効くのかなというところなんですけども、まあ、私あの前以前動画でですね、アイドリングストップってどこなのよって話をちょっとしたんですけど、この回生システムなんかあるとアイドリングストップあっても問題ないって話になったりするのかなというところはちょっと期待が持てるところでございます。ここら辺で一回前半として切りたいかなと思います。後編の方に関してはグレードの話であるとか、私のおすすめポイントみたいなところもお話していきたいと思います。はい、ということで、今回の動画を見てですね、アルテオンの後編のカタログを見てみたいなと思った方は、チャンネル登録と評価の方をお願いいたします。それではまた。